はようございます皆さん。な、今朝ちょっとね、私はね大失敗をしてしまったんですよ。聞く？朝ね大失敗をしてしまったの。私としたことがみたいな。朝バッタバタ準備してて、で髪が、私2日前に美容室行ったんだよね。で2日間とも髪洗ってないのね。なんかこういうカラーの色落ちが激しいさ髪にするとさ、しょっちゅう髪洗うとすぐ色抜けるし、あとカラーシャンプーをまだ買ってないから、まあ洗いたくないっていうのもあるし、まあもともと2日ぐらいは髪洗わないから、まあそんな感じで、今日朝起きたじゃん。まあ結構髪すごくって、でなんか何、枕で頭とかぺちゃんこだし、なんか先とかなんかパサついてたりとかして、あーと思って、で、あのドライシャンプーをね、あの頭の根元にしようと思ってさ、掴んだやつがオイルのスプレーだったのよ。なんかビーチ出た後髪キシキシになるじゃない、それをなんか潤すみたいな感じのオイルのスプレーで、もうドライシャンプーとオイルのスプレーってさ、もう真逆なわけよね。仕事がドライシャンプーはちょっとギシュっている根元とかに、わかる？なんか髪とか洗ってないさ、2日ぐらい洗ってないか、頭ここのてっぺんところギシュってる、あスカルプのところにそのドライシャンプーをするとさ、ドライにしてくれるのよ。あのこのギシュってる感じを、あの乾かしてる感じに見えるわけ。わかる？このギシュリをなくしてくれるスプレーなんだけど、それだと思って根元にしたらさ、オイルじゃん。だからさ、もっとこうギシュって見えるわけ。だから、あーノー、やっちまったとか思って、でその後なんかワックスとかでどうにかこう、どうにかこうにかみたいな、わかる？あーノー、大変だ。だから髪がもう全然気分が上がらない感じなんだけどさ、今日は突き通す、もうこの気分、どうでもいい気分もいいやと思ってね。それで、これからジムに行き、歩こうかな、なんか気分的に歩こうかなって感じだ。30分ぐらい歩いて、でうちの旦那がさ、ジムに行くときなんか本読むって言ってたんだけど、私もさ、ジムに行ってる間に本が読めるようになれば本読みたいんだけど、私の手の長さと足の長さだとどうしてもこのさ、わかる？ランニングマシーンに乗りながら本を押さえて歩くことできないと思うんだけど、ちょっと頑張ってやってみる。だからそれでジム行ったら図書館行って歴史の勉強をする。歴史、今週テストだから歴史の勉強をして、私今クラス2つ取ってて、歴史のクラスとあとビジネスのクラスなんだけど、ビジネスってさ、ビジネスのこと学ぶんじゃなくって、こう自分が働き出した時にパソコンとかでさ、こうカチ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 ってカチカチカチって打てるようにするあのクラス、まあパソコンだよね、パソコンのやつを今やってるので、今撮ってるのは私が将来やりたいこととは全然関係はないんだけど、あと簡単だから初めてその彼氏の授業を取ってるから、ちょっと簡単なのから始めようと思って、結構簡単なやつからテストとかパスしやすい感じのやつからやってるんだけど、まあでも歴史を学ぶのは楽しい。着いた。どう？ギシュってる。ギシュってる。いやー、そういう日もある。あ、そう、なんかね、コメント残してくれた人でね、一日何時間勉強してますかっていうコメントをいただきました。ね、ほんと日によるんだけどさ、まあ3時間から多い時でまあ4時間、4時間半ぐらいって感じかな。で、毎日してない。まあ週4ぐらい。週4ぐらいで、そんぐらいでやってるから。で、その、空いてる時間ってか、そのやってない時間は基本そのビデオに費やすって感じだから、なるべく夜はもう勉強とかエディットをしないようにしてる。なんか本当にもう今日中に絶対ビデオ上げときたいなっていう時は
夜さ9時ぐらいまでエディットしたりするけど、でもなんか昔すごくそれをやってね、夜にやって結構燃え尽きたことがいっぱいあったから、そうだからあのなるべく夜はもうスクリーン見るんであれば、なんかテレビとかなんかそういう感じのスクリーンを見る感じで、なんかあんまりパソコンに向かって勉強とかエディットとかしないようにしてます。夜はもう夜はメンタル的にゆっくりできるように、もう何も考えずにゆっくりみたいな、そうやってやってかんと多分長持ちしないからさ私だし翌日にさ疲れがさ、ほらこう持ち越すの嫌じゃない。結構昔そういうの感じてたから、すごいなんか翌日もドーンみたいな、デーンみたいなさ、疲れてドーンみたいなさ、でも嫌だから、そうそうそう、だから夜はもうあれだね、5時ぐらいからはもうそのパソコン系はやらないようにしてます。はい、じゃあ行くよ。あ、そうだ、このねバッグもすげー聞いてくれる人いたんだよ。これね私イッチっていうアプリがあって、手作りのものとか、あとヴィンテージ系とか、なんかそういうのを扱ってるアプリで、日本ではあんま使ってる人いないと思うんだけど、まあアメリカ、ヨーロッパとか、あとまあそのアジアの方とかで使ってる人結構多いんだけど、そのイッチでこのバッグ買ったの結構前に、なんかヨガ用のバッグで買ったんで、ヨガのバッグ欲しいなと思って、結構も割とも荷物持ってくじゃん、ジム行く時とかさ、で大きめねバッグ欲しいなと思って買ったんだけど、今もう学校用のっていうかね、パソコン入れたりとかなんかそういうのに使ってるが、ありがとうね、褒めてくれて。皆さん可愛いでしょこれさ、リバーシブルでね、ハンドメイドなの、可愛いよね。 OK、 じゃあ私はジムに行きます。
んださ、なんだかんだ30分歩こうって言ってさ、でなんか30分歩くのになんかまあまあ念のためと思ってヨガマットいつも持ってくじゃん。でジムに着くとなんかあまあ20分25分だけだしなみたいな、ちょっとワークアウトするかっていう気持ちになるんだよね。そんでなんかもう20分とか25分とか30分ぐらいうってやって、そしたらもうあとは心配しなくていいじゃん、残りの1日は。本も持ってったけどね、読まなかったね。普段平均的にジムは1時間ぐらい行って、朝もう夕方とかはもうね時間がないから朝1時間だけ行く感じかな。まあ多かったり少なかったりもするんだけど。ほんでこれから私は図書館に行って歴史とタイピング、これタイピング早くしなきゃいけないわけ、早く打てるようにならないといけないわね。こんだけの着替えがあるわけなんか普段、これをさバッグに持ち歩くのは大変よ。これ後ろに置いて、でヨガマットじゃん、ヨガマットはここにかける。んで私のいつのようなものがここにいっぱい入ってる。パソコン頑張れないわ、疲れて。よし行きます。ちょっとランチを作ったの、味噌汁、これ残り物じゃん朝ので、お魚と、うん、適当によ。でここにねなんかいっぱい漬物があるの、私漬物すごい好きで、あこれはあんま入ってないね漬物。あとこれらっきょうじゃん、これがザーサイなんだけど、これと一緒に食べる、超健康でしょ。今日うまいよね、大人になって分かったわ、らっきょうのうまさを。ここら辺のは全部あれです、あの生活クラブのやつ。なんかね多分自分のせいなんだけど、すごく体の芯から寒くて今、なんか図書館いる時になんかすごくだんだん寒くなってきて、あーみたいな感じだからさ、ちょっとこれご飯食べ終わったらあのお風呂に入ろうと思う、お湯に浸かりたい、もうなんかもう寒いあーって感じだあーって感じだ。あのジムでちょっと重たすぎたかなみたいな、あれ8パウンドだったからさね、8パウンド8パウンドじゃん、結構重いよだったからかな、私ちょっと寒いし、まあ、シャワー浴びなかったからさ、服着替えただけだからそれで冷えたかなとか。いただきます。いただきます。